突如、別世界線モルヘン大陸に出現したのはケイト・デルリ。神聖ゲルマン政府は、周辺の脅威となるアステク文明を壊滅させて、軍備増強と内需拡大を図る。早々に、世界を我が物とせよ。次回、ジェバールト誕生。神聖ゲルマン政府は、レギオンと騎兵を中心とした陸軍を、ローマ領土の最前線に送る。ドイツ・イタリアの同盟期限が終了する時が、ローマの最後である。対ローマ戦争が、今始まる。次回、クリード・サウス・ブラック、開戦。ドイツ・イタリア戦争は、ドイツ有利な展開で進んでいく。ローマ文明は、我が国の恐ろしさを思い知ることになるであろう。そんな中、新たな文明勢力が、我が都市ボンに、軍を侵攻させてくる。次回、アマホール、原稿。ローマ文明は、我が軍旗のもとに増え伏した。対ローマ戦線で、大活躍をしたイタリア表面軍は、新たに建設した無制限道路アウトバーンを最大限に活用して、モンゴル戦線へと大移動を開始する。次回、マルシール、後軍。ドイツ陸軍は、順調に、モンゴル領土への進出に成功していく。インフラは国の欠陥そのものであることは間違いない。新技術を新たに確保したドイツ軍は、モンゴルの喉元に突撃を実行する。次回、ブリッツクリーム、電撃戦。チンギス・ハーン率いるモンゴル軍は、我がドイツ軍の猛攻に対して、各戦線で撤退を繰り返していく。我が栄光のドイツ陸軍の前に敵はいないのである。そんな中、モンゴル戦線に、第3の勢力が突如現れる。次回、フリージン、和平。モンゴルは、ついに、モルヘン大陸の端まで追い詰められた。遊牧民族の最後は、もう間もなくである。モンゴル文明を壊滅させた、次の目標はスペインである。世界最強の帝国を目指して、ドイツ軍は奮戦する。次回、ベルネイツン、殲滅。モンゴル全域を、我がドイツの新たな領土とした神聖ゲルマン政府は、内需の拡大を、当面の目標として政策を実施していく。さらに、モルゲン大陸に、万年帝国を築き上げるため、スペインにドイツ全軍を派遣していく。次回、ペゼアン、占領。時代は、ついに20世紀に突入していく。国力の基盤を盤石にしたドイツ軍は、科学技術の向上を図っていく。そんな中、スペインは、確実に、軍備の増強を高し進めているのであった。衝突の時は近い。次回、エントイックルム、進化？決戦の時は来た。スペインの都市バルセロナの足元に、我が栄光のドイツ陸軍が結集しつつある。史上最大の大軍団が、バルセロナに集まる時、我がゲルマン文明に、神の鉄槌が下る。その運命やいかに。次回、エンチェイダム、砂漠。